どうも皆さんこんにちは、ハラカンタです。いきなりですがあなたに質問です。日本は本当に先進国と呼ぶべきですか？1945年に第二次世界大戦が終結し、その後1955年から73年にかけて約20年間にわたって高度経済成長期を経験した日本は、これまで長らく経済的先進国として常に世界をリードする存在でした。僕の YouTube を見ているほとんどの方は高度経済成長期時代には生まれていなかったと思いますが、当時の日本は経済成長率がずっと 10% 前後だったらしいです。今考えると本当すごい時代ですよね。2010年にはお隣の中国に GDP 国内総生産で抜かれてしまいましたが、世界の大国アメリカに次いで日本は長らく2位をキープしてきました。これからの日本は少子高齢化が進み、人口も減少していく中で、経済的にも世界のトップからは少しずつ落ちていくことが予想されてはいますが、それでもやはり日本は先進国か途上国かと聞かれたら先進国と答える人がほとんどではないでしょうか。その一方で東京の新宿や渋谷を歩けば段ボール生活を送っているホームレスの人たちがいます。さらに近年の日本では相対的貧困の問題も深刻です。現在の日本には例えばアフリカの最貧国のような人間としての基本的なニーズである衣食住すら満たすことができない絶対的貧困はほぼ存在しませんが、その一方で近年は日本の生活水準や文化水準に比べて貧しい生活を送っている相対的貧困層が増えていると言われています。このように経済格差がますます深刻化している今、日本という国を先進国という言葉だけで表現していても本当に正しい現状認識ができていると言えるのでしょうか。今度は先進国ではなく途上国と呼ばれる世界に目を向けてみましょう。例えばアフリカ大陸の東部に位置するケニアを例に考えてみます。日本人がケニアと聞いてすぐに思い浮かべるのはマサイ族かもしれません。日本の某テレビ番組でも紹介されたマサイジャンプは有名ですよね。もしくは国立公園を闊歩しているゾウやキリン、ライオンといった野生動物を思い浮かべる人もいるかもしれません。その一方でアフリカという言葉から連想されるのはやはり貧困問題でしょう。満足に食事を取ることもできず、学校にも通うことができない貧しい子供たちをイメージする人も多いかもしれません。ですがアフリカと一言で表しても様々な状況に置かれている人たちがいます。ケニアも同じです。木の実木のままの格好で紛争から逃れてきた難民や清潔な水を手に入れることができない貧しい人たち、さらには学校に通うこともできない子供たちといったいわゆる貧困生活を送っている人たちがいる一方で、ケニアの首都ナイロビは世界的に見ても経済成長率が著しい大都市の一つです。ナイロビのようなアフリカの大都市では国際機関の現地職員や外資系企業でマネージャーを務める現地人もおり、彼らの中には数百万円するような高級会社を乗り回している人もいます。日本人の僕たちよりもずっとお金を持っている人がいる一方で満足に食事を取ることすらできない人もいる。このような状況にある国を途上国という一言で片付けてしまって本当に正しい現状認識ができていると言えるのでしょうか。先進国途上国という言葉は特に深いことは考えず僕たちも何気なく使ってしまっていますよね。ですが先進国途上国という言葉の使い分けは一つの国の中で経済格差が深刻化している今の世界ではほとんど意味をなさないのではないかというのが今回の大きなテーマです。偉そうなことを言っておきながら僕は先進国途上国という言葉をよく使っちゃっています。この YouTube でも経済的に豊かなアメリカやヨーロッパの国々を先進国、国民の大多数が貧しい生活を送っているアフリカや東南アジアの国々を途上国といった感じで便宜的に使い分けてしまっています。先進国途上国という言葉はテレビや新聞でも頻繁に使われており、先進国という言葉を聞いたらこんなイメージ、途上国という言葉を聞いたらこんなイメージとすぐに頭の中で想像することができます。ですが僕たちが生きているこの世界は先進国と途上国というたった2つの言葉で現状を正しく認識することなど可能なのでしょうか。今回の動画ではイメージだけで世界を語ってしまうことを避け、ファクトフルネス的な思考を持つように意識してみましょう。このファクトフルネスという言葉聞いたことある人もいますよね。まず最初にいくつかのデータや実際の国の例も出しながら先進国と途上国という言葉の使い分けが実は今の世界ではほとんど意味をなさなくなってきているということを解説します。その上でマイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツも指示をする世界を正しく認識するための4つの指標を紹介します。もしかしたらあなたが思い描いている世界のイメージは30年前だったら通
通じていたかもしれませんが、本当に現在の世界を正しく認識できているでしょうか？世界の現状を正しく捉えることは、この広い世界の中で自分がどのように生きていくかを考えるきっかけにもなるはずです。ぜひ最後までご覧ください。僕の YouTube では世界の問題をメインのテーマにしているため、今回はこのチャンネルでもたびたび登場する途上国という言葉を重点的に考えてみましょう。今回は一つの例として東南アジアのカンボジアとアフリカの南スーダンという二つの国を取り上げてみます。カンボジアと南スーダン、日本人にとっては馴染みのない国だと思いますが、ニュースなどを通じて一度くらいは聞いたことはありますよね。先進国か途上国かという分類で考えたら、カンボジアも南スーダンも途上国に分類されると思います。比較的年齢が上の方であれば、カンボジアという言葉を聞いてイメージされるのはポルポト政権による大虐殺ではないでしょうか。1975年から1979年にかけてカンボジアを支配した政治勢力クメールルージュの時代、飢餓や重労働が原因で亡くなったカンボジア人の数はおよそ300万人に上ると言われています。ちょっと話変わっちゃうんですけど、クメールルージュについては一度どこかへ取り上げてほしいとリクエストが多いんですが、結構他の YouTuber でもこのクメールルージュを扱ってる人が多いので、僕が取り上げるとしたらちょっと別の角度から切り込んでみたいと思いますね。とはいえ、クメールルージュの時代も今から40年以上も前の出来事です。現在のカンボジアは農村部では貧困生活を送る人もまだたくさん残されている一方で、基本的には国全体で治安が安定しています。僕自身もカンボジアは旅行で訪れたことがありますが、特に首都のプノンペンは経済成長が著しいです。日本人もたくさん生活しています。一方のアフリカ、南スーダンは2011年7月に独立した世界で最も若い国ですが、2013年から内戦状態が続いており、飢餓や栄養不良で亡くなる子供たちもたくさんいます。内戦の影響によって周辺国には大量の難民が流出しており、約430万人もの人々が難民や国内避難民として家を追われ避難生活を送っているのです。ちなみに僕自身は2017年に南スーダン難民の支援を現地で行っていましたが、満足に食事を取ることができない人たちがたくさんいたり、学校に通うことができない子供たちがいたりと、劣悪な生活状況を自分の目で目の当たりにしました。カンボジアと南スーダン、一つの指標としてこの二つの国の GDP 成長率、いわゆる経済成長率を比べてみると、カンボジアはプラス 6.8%、 一方の南スーダンはマイナス 13.8% です。どう考えてもこれだけの違いがあるこの二つの国を途上国という一つの枠組みだけで語ってしまうのはおかしくはないでしょうか。世界の大半の国々は途上国、途上国を知らなければ世界は語れない、そんなことを言う人もいますが、その大半の国々を途上国という一つの枠組みだけで見てしまうのはやはり違和感を感じます。もう一つ僕たちが考えなくてはいけないのは、一つの国の中でも大きな経済格差が存在するということです。例えば僕が活動してきたアフリカのウガンダは一般的には途上国として捉えられています。ですが、過去の動画でも解説したことがあるように、ウガンダの国内ではとんでもないレベルの経済格差が存在します。僕が支援活動していたウガンダ北東部の村では1日100円以下の生活をしている人が大半ですし、下痢やマラリアなど本来は予防することができる病気で命を落としてしまう子供たちがたくさんいます。その一方で、首都のカンパラに足を運べば外国人や現地の富裕層がよく使っているスーパーやカフェが存在します。このようなスーパーやカフェで購入できるものは日本で売られているものとそれほど大差はありません。さらにはショッピングモール内には VR で遊べるゲームコーナーがあったり、一つ100万円以上するような高級腕時計をつけている現地の富裕層がいたり、ゴミ拾いをすることで生計を立てているホームレスのすぐ横を高級車に乗った富裕層が通ったりしています。一つの国の中にも大きな経済格差がある。それにもかかわらず、このような国を途上国という一つの言葉だけでくくってしまうのは、その国がどういった状況にあるのかを考えることをやめてしまう思考停止にもつながりかねません。思考停止という言葉を聞くと、もしかしてイラッとする方もいるかもしれませんが、ぜひ僕の YouTube を見ている皆さんには考え続ける姿勢を大事にしてほしいです。考え続ける姿勢を大事にしないと、例えばマスメディアが流しているようなイメージに操られてしまって、自分の考えを貫くことができなくなってしまいます。だからみんな敷かれたレールの上を歩こうとしちゃうんですよね。まだ27歳の僕がこんなこと言ったら偉そうに思われちゃうかもしれませんが、僕の YouTube を見ることで特に若い人には自分の頭で考え続けるという姿勢を身につけてもらえたら嬉しいです。僕たちが暮らしているこの日本も同じです。近年の日本は経済格差が深
刻化しているといった話は皆さんもなんとなく理解していると思います。タワーマンションに暮らしている富裕層の人たちがいる一方で、経済的に苦しい生活を送っている一人親家庭が存在したり、海外の大学院に留学をして修士号まで取れるような富裕層の人たちがいる一方で、経済的な理由から高校進学を諦め中学卒業と同時に働き始める人がいる。さらに富裕層と貧困層の間には、いわゆる中流階級と呼ばれる人たちがたくさんいますが、これだけ経済格差が広がりつつある日本を先進国という言葉で片付けてしまうことにも違和感を覚えます。富裕層とか貧困層とか、そういった言葉を使ってしまっていること自体も良くないとは思うんですけど、今回のテーマの性質上ご理解していただけたらと思います。話を日本から世界全体に戻すと、経済的に貧しい生活を送っている向こうの世界の人たちが途上国で、経済的に豊かな生活を送っているこっち側の世界の人たちが先進国。どことなくそういったイメージで世界を捉えている人たちが多いですが、世界を二項対立で見てしまうのは誤った認識につながりかねません。では先進国、途上国という言葉を使う代わりに、僕たちは世界をどのように捉えるべきか。実は先進国、途上国という言葉を使うべきではないという論調は、世界の名だたる有識者も支持をしています。例えばマイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツ、現在はビル&メリンダ・ゲイツ財団として世界が抱えている様々な国際問題に取り組んでいるビル・ゲイツですが、彼も先進国と途上国という区分には意味がないと主張をしています。先進国と途上国という言葉を使う代わりに、僕たちはどのように世界を捉えるべきか。ビル・ゲイツも支持をした4つの指標について紹介をします。その前に一つだけお知らせをさせてください。僕は国際協力や社会問題に特化した原カンタのオンラインサロン、シナジーというコミュニティを運営しています。 Zoom を使った勉強会や交流を目的としたオフ会など、様々なコンテンツを用意しています。原カンタと一緒に世界の問題についてもっと深く勉強してみたい方、概要欄に貼っているリンクから公式ホームページをご覧ください。ビル・ゲイツに先進国と途上国という区別をやめさせることを決意させたのは、世界的なベストセラーにもなったファクトフルネスという本がきっかけです。著者のハンス・ロセリングはビル・ゲイツの友人としても知られています。この本の中では、先進国、途上国という区分の代わりに、世界は4つの所得グループで捉えるべきだという主張がされています。1つ目のグループは1日2ドル以下で暮らす人たち、いわゆる絶対的貧困層に分類される人々が1つ目のグループです。ざっくりと1ドル100円と考えてください。なので200円以下で暮らす人たちがグループ1ですね。このグループに所属する人々は非常に貧しい生活を送っているため、靴を購入することができず裸足で移動していたり、学校に通うことができず読み書きすらできない子供たちもいます。また下痢やマラリアといった病気になったとしても、お金がないため病院に行くことができません。そのため多くの子供たちが5歳の誕生日を迎える前に命を落としています。僕がアフリカで支援をしてきた子供たちというのは、基本的にはこのグループ1に分類をされる子供たちです。世界で最も貧しい生活を送っている人たちであり、約10億人がこのグループ1に分類されます。僕が YouTube で取り上げているような海外の貧困問題は、基本的にはこのグループ1を対象にしていると考えてもらって大丈夫です。2つ目のグループは1日2ドルから8ドルの所得で暮らす人たち、日本円にして1日の収入が約200円から800円の人たちです。このグループに分類される人たちは、自転車で移動することができたり、ベッドは購入できなくてもマットレスで寝ることができたり、調理をするときはガスボンベを使うことができます。決して豊かな生活とは言えませんが、病気になったとしても公立の病院に足を運ぶことは可能です。例えば中国やインドなどの国の大多数の人々がこのカテゴリーに当てはまり、世界のおよそ約30億人がこのグループ2に分類をされます。3つ目のグループは1日8ドルから32ドルの所得で暮らす人たち、日本円にして1日の収入が約800円から3200円の人たちです。このグループになると、今度はバイクや車で移動できるようになったり、蛇口をひねれば水を手に入れることができたり、毎日の食生活も豊かになったり、さらに少し余裕の出てきた家庭なら冷蔵庫を購入することもできます。2つ目のグループに次いで多い世界約20億人の人々がこのグループ3に分類をされます。これまで3つのグループを紹介してきましたが、この動画をスマートフォンやパソコンで視聴している皆さんは、おそらくほとんど全員がこの後に紹介する4つ目のグループ
ループに分類をされるはずです。最後の4つ目のグループは1日32ドル以上の所得で暮らす人たち、日本円にして1日の収入が約3200円以上の人たち、月収にすると約10万円以上になります。海外旅行をするときには飛行機で移動し、スイッチを押すだけで温かいお湯を出すことができて、洗濯をするときは手洗いではなく洗濯機を使う、そして数年に一度はスマートフォンを最新機種に買い替える、このレベルで生活をする人たちがいわゆるグループ4に分類をされる人々です。もちろん日本にも様々な経済状況の人がいますが、この動画を視聴しているそこのあなたはおそらくグループ4に分類をされるはずです。いわゆる先進国という言葉を聞いて皆さんがイメージするのがこのグループ4に分類される人たちだと思いますが、先ほども解説をしたように日本にはホームレスの人たちもいたり、経済的に苦しい生活を送っている家庭もあるため、一部の人々はもしかしたらグループ3に分類されるかもしれません。ただグループ2に分類される人々が世界に約30億人、グループ3に分類される人々が世界に約20億人いるため、世界の大多数の人々というのは1日の所得が2ドルから8ドル、もしくは8ドルから32ドルの人々です。僕たちが途上国という言葉からイメージするのは一つ目のグループ、つまり1日2ドル以下で生活をする絶対的貧困層の人々であり、その一方で僕たちが先進国という言葉からイメージしやすいのは1日32ドル以上の所得がある人たちです。ですがこれでは世界の大多数を占めるグループ2とグループ3のことを全く考慮することができていません。これでは世界の現状を正しく認識できているとは言えませんよね。人間というのは不思議な生き物で、僕たちが生きているこの世界を二項対立で捉えようとする傾向があります。善と悪、左翼と右翼、繁栄と貧困、俺と俺以外、そして先進国と途上国。僕たち人間という生き物はどうしてか世界を A か B かという二項対立で捉えてしまう傾向があります。ですが僕たちが生きているこの世界はそれほどシンプルではありません。 A と B の間には無限のグラデーションがあります。78億人の人間が暮らす地球という惑星、この世界には満足な食事を食べることができず栄養失調で亡くなっていく子供もいるし、毎日数百円の収入がある自転車タクシーのドライバーもいるし、最新の全自動洗濯機で洗濯物を洗いながら薄型テレビでネットフリックスを視聴している人もいます。僕たちが生きているこの世界はそれほどシンプルではないし、常に変化をし続けています。それにもかかわらず数十年前の思考様式で世界を捉えていたら間違った認識にもつながりかねません。せっかく自分の脳みそで考えることができる人間という生き物に生まれたのであれば、世の中にはびこっているイメージに惑わされることなく、今僕たちが生きている世界を正しく認識する。難しいことを難しいからという理由だけで片付けてしまうのではなく、データや事実に基づきながら少しずつこの世界の本当の姿を理解していく。そうすれば僕たちが広いこの世界でどのように生きていくべきなのか考えるきっかけにもなるはずです。途上国という言葉は世界の問題に全く興味ない人でも一度くらいは耳にしたことがある言葉なので、確かに分かりやすいという側面はあります。その一方で現実の世界を間違った捉え方をしてしまったり、思考停止につながってしまったりする可能性もあるため注意が必要なんですよね。正直に言うと僕も YouTube で発信をしていくにあたって便宜上途上国という言葉を使ってしまうことは今後もあると思います。ただ自分の中にある偏見やメディアによって植え付けられたイメージで世界を捉えてしまうのではなく、どうすれば本当の意味で世界を正しく認識することができるのかといったことはこれからも考え続けていきたいと思いますので、ぜひ皆さんと一緒に勉強していけたら嬉しいです。ちなみに今回紹介したファクトフルネスという本はまだ読んだことがない方がもしいたらぜひ読んでみてください。かなりボリュームのある本なので読書が苦手な方からしたらとっつきにくいかもしれませんが、今の世界を正しく認識したいという方であれば一度は読んでみてほしい本です。概要欄にも Amazon のリンクを貼っておくので興味のある方はチェックしてみてください。でも安心してください、読書が苦手という方もいるかもしれないので、ファクトフルネスの本の中で書かれているような内容を僕の YouTube では今後も定期的に扱っていきます。文字ばっかりだとね眠くなってしまうっていう人もいると思うので、まあさあね、僕の YouTube みたいに写真とか動画とか、まあ、あとはこの僕の声とか、まあ、いろいろこう混ざってるとあんまり眠くならずに飽きずに最後まで勉強することできますよね。なので今回の動画少しでも参考になったという方はぜひ高評価のボタン、これからも僕と一緒にファクトフルネス的な勉強をしていきたいという方はぜひチャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。